アンドレス・イニエスタ、バルサで育ち、数々の栄光を手にし、多くのサッカーファンに愛される世界最高のミッドフィルダー。本日はイニエスタのバルサでの始まりから南アフリカワールドカップまでを振り返っていきます。2002年10月、トップチームデビューを18歳で飾ることとなったイニエスタ。デビューの思い出はいつでも特別ですと本人が後に語った通り、その後バルセロナのサポーター、全世界のサッカーファンを虜にするミッドフィルダーのプロサッカー選手としての物語がこの日幕を開けることとなりました。イニエスタは12歳でバルセロナの下部組織、いわゆるカンテラに所属。世界中の厳選された有望株のみが集まるこの育成機関で育ったイニエスタですが、同年代の選手たちよりも技術レベルは高く、アンダー15のチームではキャプテンマークを巻きます。そして後に監督と選手の関係になる当時のトップチームキャプテン、ペップ・グアルディオラはイニエスタ少年のプレーを見て、当時の若手有望株であったシャビに、私はお前に引退を強いられるだろうが、あいつは俺たち2人を引退させることになるぞと絶賛するなど輝きを放っており、当然のごとく数年後トップチームに昇格することとなります。トップ昇格後の最初の数年は選手層の厚い中で出場機会はごくわずかでしたが、徐々に途中出場から試合に絡む機会が増えていきます。そしてトップ昇格4年目、イニエスタに転機が訪れます。シーズン途中でチームのゲームメイクを担当していたシャビが長期離脱を強いられると、代わりにこのインサイドのポジションを担当。シャビ復帰後も試合に出続けることになるほどのパフォーマンスを発揮します。卓越したボールコントロールに相手の急所を突くパス、機を見たドリブル突破など何でもこなせるイニエスタは、フォワード陣の負傷離脱でさえその穴をしっかりと埋め、複数ポジションを高いレベルでこなし、チームに重宝されるようになります。そしてこの年、チームはリーグ戦優勝、さらにチャンピオンズリーグでも優勝し2冠達成。イニエスタ自身のチームへの貢献度も高く、このバルサでの活躍もあり、シーズン終了後に行われたドイツワールドカップのスペイン代表に、代表未経験でありながらサプライズ選出されるなど、充実のシーズンを送ることとなりました。ワールドカップ終了後、スペイン代表では主力に定着。イニエスタに加え、セスク、シャビ、シルバの中盤はクワトロ・フゴーネスと呼ばれ、チームの核に。そしてどのポジションをとっても技術レベルの高い選手たちが揃い、黄金期を迎えつつあるスペイン代表はユーロ2008で優勝し、ヨーロッパの覇権を握ることに成功。イニエスタはチームでただ一人全試合に出場するなど、確固たる地位を築くこととなりました。監督が信頼してくれた、チームにとって大事なプレーが自分でもできるんだと分かったと大きな自信を得られた大会となりました。欧州選手権終了後、バルセロナでは大きな変革期を迎えます。チームは2年連続リーグ戦のタイトルを獲得できず、ライバルのレアルに優勝をさらわれており、大きな過渡期を迎えることとなりました。まず行ったのは、クラブ OB であるバルセロナ B を指揮していたペップ・グアルディオラを監督に昇格させます。この知的でバルサをよく知る指揮官はチームに大きなメスを入れます。バルサの王様としてここ近年君臨し続けていたブラジル代表のロナウジーニョやポルトガル代表のデコなど、多くの主力を放出。またロナウジーニョがつけていた背番号10は若手で勢いのあるリオネル・メッシの背中に移り、下部組織からはペドロやブスケツという、その後すぐにスペイン代表にも呼ばれることになる逸材たちがトップに昇格。センターバックのジェラールン・ピケのマンチェスター・ユナイテッドからの出戻りもあり、世代交代を加速させます。ペップは新チームのキーワードとしてポゼッションとサイド攻撃を掲げ、これがすぐにチームにフィット。メッシ、アンリ、エトーの3トップは大爆発。チームのゴール数は3桁に到達。守備も安定し、わずか35失点。ライバルのレアルとのエルクラシコでは敵地で6対2で圧勝するなど、指揮官就任1年目とは思えないほどチームは成熟し、結果的に27勝6分け5敗でリーグ優勝を決めます。ただ強いだけではなく、いわゆるティキタカと呼ばれる正確にエレガントにパスを回し、相手ゴールに迫る美しいスタイルで多くのサッカーファンを魅了したこのチーム。核となったのはシャビとイニエスタの中盤のコンビ。チームのコンダクターとなり、多くの得点を演出することとなりました。そしてこの年、イニエスタにとってのハイライトとなった一戦はチャンピオンズリーグ準決勝チェルシー戦。第1戦はホームで0対0に終わったバルサは、第2戦敵地に乗り込んでのゲーム。前半相手のエッシェンに決められ1点ビハインド。支配率 60% 以上とバルサ優勢で試合は進みますが、チェルシーの牙城を崩せず、さらにアビダルが退場するなど絶体絶命のピンチ。もはや勝負が決まったかに見えた後半終了間際、イニエスタが見せます。メッシからもらったパスをダイレクトでシュート。
これがゴール右上に突き刺さり同点、アウェーゴール数でファイナル進出が決定しました。チェルシーのホームスタジアムで行われたこともあり、この試合そしてこのゴールはスタンフォードブリッジの奇跡と語り継がれることとなります。結局その後決勝でマンチェスターユナイテッドを下しチャンピオンズリーグを制覇するのですが、この年バルサファンを対象に行われた今年最も印象的だったシーンはというアンケートで、リーグ戦やチャンピオンズリーグ優勝の瞬間でもライバルレアルを粉砕したシーンでもなく、このイニエスタのゴールが1位に輝くなどバルサファンにとって衝撃的なゴールとして記憶されました。チェルシー戦後イニエスタは、夢を見ているんじゃないかと思う、ゴールを決めたのは自分だったが、これは全員で勝ち取ったゴールだし決勝進出だとイニエスタらしい謙虚なコメントを残しました。この頃のイニエスタは多くのサッカー関係者の間で世界最高のミッドフィルダーに押す声も多くなり、チームメイトのメッシはイニエスタのプレーは信じられないくらいすごい、あんな選手と一緒にやれるのは本当に幸運だと言わしめるほどのプレイヤーになっていました。世界のトップオブトップのプレイヤーの仲間入りとなり、順調なキャリアを歩んでいるかに見えましたが、シーズン終了後イニエスタに信じられない悲劇が襲いかかることになります。シーズン終了後、突如として精神状態が不安定に、そして医師からある病名を告げられます。それが、発症の原因は分かりませんが、バルセロナという偉大なクラブ、そしてスペイン代表としても主力としてプレーするイニエスタには毎試合一般人には理解できないほどのプレッシャーにさらされる状況、加えて怪我にも悩まされていた近年、そのようなストレスが蓄積され発症に至ったのかもしれません。病状はかなり深刻なもので、25歳の青年が夜中に突然両親に一緒に寝てもいいか尋ねるほどのもので、家族も衝撃を覚えます。さらに追い打ちをかけるように悲劇的な事件が起こります。2009年8月8日、親友でエスパニョールに所属するダニエル・ハルケが突然の心臓発作で亡くなってしまいます。ユース年代で同じチームでプレーし、家族ぐるみの付き合いのある親友の死、イニエスタは病状を悪化させ、何をやっても楽しくなく無気力状態、家でも何かが起こるのではないかとドキドキすると後に語った通り、もはや専門のカウンセラーや精神科医の助けなしではいられない状態でした。指揮官のペップは、今重要なのはアンドレス個人としてであり選手としてではないと語り、全面的なサポートをし回復に尽力することを強調。また後に妻となるアンナや家族はイニエスタを支えます。そして専門家の助けにより、徐々に一歩ずつイニエスタは前へ進んでいきます。周囲のサポートもあり、気づけばサッカーへの情熱を取り戻していき、そして迎えた2010年南アフリカワールドカップ、イニエスタはスペイン代表のユニフォームをまといピッチに立っていました。大きな病気を乗り越え臨んだ今大会、イニエスタは本来のパフォーマンスを存分に発揮、そしてスペイン代表は躍動します。初戦スイス戦は敗れてしまいますが、ホンジュラスに勝利を収めると、グループリーグ第3戦イニエスタにゴールも飛び出し2対1で勝利、トーナメントに入ってもポルトガル、パラグアイ、ドイツと強豪国に勝利、所属のバルセロナ同様美しくパスを回すティキタカスタイルのスペイン代表、イニエスタを含むシャビ、シャビアロンソ、ブスケツはチームの核として君臨、ピケやラモスなどディフェンス陣は2失点と守備力もさることながら技術レベルも高く、ビルドアップのキーマンに、そして今大会8得点のうち5得点を奪ったフォワードビジャの決定力は絶大、悲願の初優勝へオランダとの決勝戦を迎えます。試合はボールを回すスペインが主導権を握る展開、しかし本来の攻撃的なスタイルを封印したオランダは割り切って一発カウンターにかける戦法、ロッペンが裏に抜け出すもカシージャスが神がかり的なセーブ、この日のオランダはイエローカード確保でスペインのボール回しを阻止しようと合計9枚の警告を受けるほど激しくプレスをかけていきます。一進一退の攻防が続く中、延長戦に突入、疲労の見えるオランダは徐々にサイドにスペースを与えるようになり、スペイン優勢で進みます。そして延長後半、セスク・ファブレガスからペナルティエリア内でパスを受けたイニエスタ、バウンドしたボール迷わず対角線上のゴール左隅めがけて右足一閃、1対0、劇的なゴール、大歓声に包まれたスタジアム、イニエスタは真っ先にユニフォームを脱ぎアンダーシャツ姿になった。そこには天国にいる親友へこのゴールを捧げました。スペインはこのイニエスタのゴールでオランダを下し初の世界王者に、試合終了のホイッスルにイニエスタはピッチにひざまずき両手を挙げてガッツポーズ、
スペイン国民の悲願のこの瞬間は、一人の物静かで真面目で仲間から最も愛される男によって勝ち取ることとなりました。その後、このアンダーシャツは親友ハルキが所属していたエスパニョールに渡り、今もなおスタジアムに飾られています。イニエスタは2018年までバルセロナでプレー、合計35のタイトルを獲得。スペイン代表でも2018年までプレーし、長らくスペインの象徴としてプレーすることとなりました。皆さんはイニエスタについてどう思いましたか？ヴィッセル神戸で引退までプレーしてくれたら、日本のサッカーファンとしては嬉しいですね。ぜひ感想をお聞かせください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画で、バイバイ。